大倉2020優勝、沖縄2021優勝、ミックスカテゴリージャパン2018優勝、大森2019優勝、ワイルドでどこからでも打ってくるアタックがかっこいい、飛び込みはパッと出てくる左手のアタックもすごいですと。約6年、荒井さんですね、いかがですか、本場ブラジルから帰ってまいりました。攻めるね。さあ、そして岡井花子選手、琉球フレストボールクラブ、大倉カップ20215位、ジャパンオープン20217位、沖縄カップ20216位、圧倒的ディフェンス力でどんな球でも受け止めますと。いや、さあ、これちょっと注目ですね。ね、立ち上がり良かったですね。めっちゃいい。立ち上がり良かった、すごい良かったですね。ずっとニヤニヤしてしまう。すごすぎて。右手左手使うない。両方使いですね。すごいすごい。フレスコボール界の宮本武蔵。ナイスチェンジ。このお台場で何を求める。今のうまく言ったんですけど、プレーの方がすごかったんで、くっつけされちゃいましたね、クイズがね。気持ちは分かったんですけど、宮本武蔵のこと言いたい、すごい気持ちは分かったんですけど、それ以上にプレーが今良すぎたんで。クイズありがとうな、気持ち悪いですか。そうそうそう。プレーのでもチェンジは良かったです。良かった。あと切り替えも良かったですよ。良かったです。クリスさん。クリスさんの心の切り替えも。うん。そうそう。おー！惜しい！絶対落ちたと思った。すごい！レベルね、いいね。落ち着いて。あ、2人、だって、まあ沖縄行ってましたしね。そうなんですよ。嬉しい。クリスがもう我が子のように見てます今。なんか上からの。いやいや。2分経過。2分経過です。ディフェンス返す速度も速いじゃないですか。そうですね。ディフェンス押してますからね、両手で。花子も調子いいですね。いいね。オフナイス。ちょっと返すよね、本当に。早っ。三原さんのこのスピードについていける花ちゃん、こりゃだいぶすごいですよね、本当に。2分30秒。返す。これがフレスコボールとか、グランドカリのレプレイスタイル。ナイス。おお、すごい。マジで？ブラボー。なんで？すごい。いいですね。2人ともよく集中できてますね。サンパウロプレイスタイル。ゴー。聞かないで。4、3、集中して。2、1、リスタートです。切り替えましたね、クリスさん。そうです、はい、いい切り替えです。やばい、なんで、うわ、はい、ナイス。あ、いいペアですね。ミックスカテゴリーどうですか、これあるんじゃないですか。何がですか。優勝ですよ。おお、なるほど。どんなところが。いや、だいぶ早いし、はい、まずスピードが早い。スピードが早い。もう一つインプレッション。インプレッションどういうところですか。あの、見せるところね。見せるところ、はい、見せるところもある。もう一つ見栄えですよね。見栄えもいい。もう一つ、平井さん、本質の話をしますと、思いやりすごいです。すごいです。そう、思いやり、二人がもうね、気持ちの思いやりのレベルが超高い。すごい。120対120。120対120です。よし、残り1分。フレスコボールがしたくなるようなプレーを見せてくれてます。本当ですか。したくなってます。今皆さん、これがフレスコボールです。皆さん無料体験もやってます、フレスコボール。これがタダで見れるんですからね、今日。そうですよ、はい、45秒。もう落とさずいってほしいですね、ここから。お、ナイスカバー。ミックスカテゴリーレベル高いよ。お、ナイスキャッチ。お、ナイスチェンジ。うわ。30秒。残り30秒。すごい。あ、これはいいですね、本当に。集中力めっちゃ高いですね。あ、ナイスチェンジ。上手。ナイスチェンジ。15秒。あ、ノーミスですね、ここからね。10秒前。あらららら、すごいすごい。7、6、5、4、3、2、
原市安尾の沖縄移住決定ですね。これは移住しますよ。協会の皆さんありがとうございます。はい、移住です。演奏で五十嵐さん移住です。社長の目標も押します。移住しよう。花ちゃんお疲れさん。